今日はですね、筑前植木フットサルコートでうちのスクール生のレイ君と、見てください、シュート四隅ですね。多分いろんなコーチに言われたことあると思うんですけど、シュート、ここの四隅に速いシュート行けばなかなか止めれないって言われてる。これを全部何球で当てれるかを勝負したいと思います。アレグリア育ち、アレグリア生まれのレイ君と勝負したいと思いますね。負けたら負けたで、それはいいんで。でこれちょっと見てください、これレアじゃないですか、これジャンフランコ・ゾーラですよ、これ。なのでフリーキック、ちょっといい選手なんで決めていきたいと思いますね。じゃあ、早速勝負していきたいと思います。レイ君、意気込みはどうですか、勝てそうですか。そうです。全然聞こえてないからね全然聞こえてないから、大きい声で、はい、負けそうです。負けそうな気持ちで戦ったら負けるから。わかった。もうユニフォームで負けとろう。お、CR7 や CR7 や。じゃあ、よろしくお願いします。勝ったら、ステーキで。じゃあ、今から、いきます。ダメ入ってないでも当たったよね。もう一回じゃあ行こう。しよう。当たったよね。今30球ぐらいですね。でメイ君は当て帰れない説ありますよ、これ。メイ君次行ってみましょう。
ったか分かんないんで、後で動画でチェックしてみたいと思いますけど、多分僕勝ってますよね。レイ君来て、多分僕勝ってるんで、勝ったよね多分。OK、じゃあこの勝負は僕の勝ちということで、次はですね、ちょっと遠めのフリーキックとインステップの強い速いシュートで勝負したいと思うんで、この選手、このユニフォーム見て思い出す選手、ぜひコメントできないですけど、考えてください。インスタグラムの方でコメントしてください。